い、どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はプラレール博 in 大阪行ってきて、またたくさんのね車両ゲットしてきました。ではね、それをちょっとね紹介していきたいと思うんですけども、まずは今回の入場記念系の車両ですね。はい、家族ねちょっとね4人で行ってきたんで、僕と奥さんとあと息子と娘ですね。で、はい、いただいた車両が、はい、こちらのね4台になります。ちょっと一つずつねお見せしたいと思いますが、こちらがまずねクララベルです。とてもね可愛い車両、まあ、今回はどっちもね多分ね結構人気があったんじゃないでしょうか。はい、車両の方は来るとこんな感じですね。クリアブルーのクララベルです。まあトーマスでおなじみのクララベルの車両がクリアブルーになって登場ですね。ちゃんとね表情のこのシールとかね透けてて、めっちゃ見た目的なインパクトが強いですね。まあデザイン的には流線型トーマスくんに繋がれていたクララベルに似てるんですかね。まあとても本当にインパクトがかなりねある車両となってます。でもう一つが、これがねまあ僕的にはねまあこれも結構台数欲しいかなと思っちゃったりもするんですけども、まあ今年去年だったかな、まあ特別感あります。こちら正式名称ここに書いてるかな、ありました、60周年記念プラレール博コンテナ車。まあおなじみです、去年からねいろいろ60周年記念でこうプラレールもね言われてますけども、はい、今回ねプラレール博ではこちらのねコンテナ車も入場記念としてね配られました。来るとこんな感じになってて、コンテナ可愛いですよね。まあ形自体はおなじみのねコンテナなんですけども、てちゃんとライちゃんとあと60周年のロゴが書かれてて、あとこちらはプラレール博のイラストですね。いいね。でコンテナ車なんで、どちらもこんな感じで取り外すことができます。シャーシは黒色で車輪は黄色ですね。なんかこの色合いも素敵な感じですよね。コンテナはグレー、うん、これはね本当今回ぜひね手にしてね置きたい車両ですね。まあプラレール博ってねご家族で行かれる方多いと思うんですが、本当はね協力してどちらの車両も手に入れておきたいところですね。どちらも本当に素敵だと思います。まずはい、こちらがね入場記念でした。でなんだかんだ言ってね、もうあれですよ、お父さんお母さんをこう泣かせるというか困らせちゃうのがアトラクション系の車両なんですけども、順番に行こうかな。はい、まずね一番最初に挑戦したゲームはプラレールアミラクルですね。まあこんな感じのゲームになってますね。プラレールを走らせてクリアのところにね行けば当たるというね。まあこのゲームはおなじみですかね、結構毎回ありますよね。まあとりあえず無事に僕とね子供を2人で並んだんですが、1台ずつねゲットできたという感じです。でその手に入れた中間車ですけども、はい、こちらになりますね。じゃあ1台ずつ見ていきましょう。まだねちょっと開けてないんで、実際に見るのはこれが今初めてなんですけどもね。じゃあこちらねクリアショーからいきましょう。まあトミカ博同様プラレール博もなんかメッキ車両がなくなっていくんですかね。今回はこんな感じでゴールドカラーになってますね。で車両のベースもプラレール特急ということで、まあ過去の車両のラインナップと比べると、まあ子供とかは喜ぶのか喜ばないのかちょっと分かんないんですけどもね。まあ僕はまあ持っていない車両なんで、これはこれでありかなと思いました。見た目的にねキラキラしてて、まあまあかっこいいっちゃかっこいいんで、屋根がシルバーで、それ以外は金色で、あと白いラインかな、で車輪は赤色と、なかなかねインパクトはある車両に仕上がってます。でもう一つの参加賞かな、はい、こちらが青色ですね。プラレール9号ですか、展望車かね、これが5号。はい、このようにプラレール05の文字が側面に書かれてますね。反対側も同じようなデザインで、ボディカラーはブルーですね、ソリッドのブルーの成型色になっております。で屋根の部分はこんな感じで、こちらシルバー色ですね。さっきのクリアショーの形と全く同じですね。なのでベース車両は本当に同じような今回はね車両になっております。で車輪も同じく赤色が使用されてると。まあこんな感じでとりあえずね中間車は1台ずつ無事にゲットと、お金かからなかった、とりあえずコンプ目指してたんで。で続いてがですね、先頭車狙いに行きました。動力の部分ですね。動力だけはねやっぱこれ今回もちょっとプレイチケットがね必要枚数多くて、まあさっきの中間車はちなみに5枚だったんですけども、この動力車に関してはね7枚ですね。なんか前は6枚とかでいけたような気もするんですけど、まあその辺細かいとこ忘れちゃいましたが、このゲームに関しては息子と娘1回ずつやろうと思って、ゲーム的にはね後ろの貨車に2個無事にね落として積み込めば
クリアっていうゲームですね。まあ難しいのか簡単なのかちょっとね判断がね微妙なところなゲームなんですけどもね、あまりちょっとね当たりの音が聞けなかったんで、そこそこ難易度高めのゲームかなと、そんな感じは思いましたね。まあそんな感じでとりあえず手に入れた戦闘者動力者が、はい、これがクリア賞じゃないわ、これが参加賞で、こちらがクリア賞、はい、一つずつゲット。さあではこちらも見ておきましょう。これがないとねやっぱ投稿ね楽しむことができないんで、なんかあれですね、意地になっちゃう感じもしますよね。はい、車体の方はくるとこんな感じ。こちらもピカピカのゴールドカラーです。ここにプラレール、そして星のデザインが書かれてますね。で白いラインが3本とで、車輪は赤色ですね。で反対側もはいこんな感じのデザインになっておりまして、同じようにね文字そしてラインが入ってます。で屋根の部分はこちらもシルバー塗装ですね。でスピードはオンオフの1段階のみです。でそこははいこんな感じで、とりあえず後でね走行させるんで電池入れておきましょう。ネジをここね、はい、プラスドライバーで緩めまして、パカッとね開けてっと、で大きめの乾電池単にですね1本このように装着します。で蓋閉めまして、ネジも閉めると、よいしょギュッと。で動作確認いきましょう。はい、バッチリ早いね。よし、あとでね3両揃ったらね走行させましょう。で参加賞の方ですね、はい、こちらはブルーになってますね。でこれはねちょっとさっきのクリア賞と形は違うんですよ。まあ参加賞もクリア賞もあの形はねあのおなじみの形ですね。はい、こんな感じで、まあ参加賞もねこちらブルーになっておりまして、05、そしてプラレールの文字ね大きく書かれてます。あとオレンジ色のライン、反対側もこのようになっておりまして、同じようなデザインですね。で屋根の部分はシルバー塗装と。でこちらも電池入れておきます。これはねあの今のクリア賞と同じですね。ネジ緩めてこれ取って、あ中にあの説明のシートが入ってるんで、取り除きまして、はい、こちらもね単に電池を1本装着と。で同じようにこれつけてと。でネジもしっかりと締めておきます。で動作チェック、電源こちらも1段階のみです。オーン、はい、バッチリ OK。 あとでねこれも連結走行を楽しみましょう。で一番最後にね挑戦したのが交尾車の、これがゲームがねプラレールビンゴゲームなんですけど、これがねなんかめちゃくちゃ難しい感じがして、まあ後部車とか中間車で比較的こう当たりやすい印象はあるんですけど、プラレールのね車両がたくさん入っているボックスから先頭車中間車後部車とね3両取って全部ね同じ車両にしないとねクリアできないというね、なかなかの確率のゲームで、とりあえず何度か挑戦して、まあ、なんとか3回目でいけた感じですね。でとりあえず4つあるので全部出しましょうか。はい、こちらが参加賞ね、交尾車で、これが参加賞とクリア賞ですね。でもう1台よいしょ、どこかな、あこれですね、これね、あれこれ中間車、あそっか、うちの娘が後で来た時にもう一回やったんやった。最初の網だくじは3回やってます、忘れてた。でえ、あこれが参加賞の交尾車です。いやこのゲームはねどういう確率かちょっとあんま分かんないですけど、ちょっと当たりはまあ割と出てたんで、まあすんごい難しいってわけじゃないと思うんですけどね、まあ他のアトラクションよりは多分可能確率はね低いと思う感じはしましたね。ではい、クリア賞の交尾車はこんな感じになってて、こちらもねもちろんゴールドカラーのプラレール急行です。キンキラーかっこいいですね。屋根の部分はもちろんシルバーと、で車輪は赤色です。まあとりあえずこちらはね1両で、参加賞はまあ3つあるんですけどね1個出しましょう。はい、こちらはねこんな感じですね。先頭車と同じく展望車なんで、ここなんか丸くなってますね、これ展望席かな。でブルーのカラーにプラレルの文字、そして055、いいですね。まあ安定感のある可愛いデザインといった感じでしょうかね、こちらもね。で屋根はシルバーと。
で車輪は赤色。はい、こちらもね連結してね走行の方ね後で楽しみましょう。まあ本当になんか後尾だけ難しかったね先頭と中間がちょっとあまりにもまああさり行き過ぎたのかもしれませんね。本当は先頭多分もうちょっと苦労すべきだったんでしょうけど、まあここは今回ね子供の力に感謝です。で一応それ以外の車両もお見せしておきましょう。はい、まずプラレール、これが釣りですね。釣りも子供たち1回ずつやりました。でこっち左のねグレーの方がこれがねプラレールの展望車のね04号かな。はい、こんな感じになってて、まあ他のカラーとかはなんか今までねこう手に入れたね車両がほとんどだったんで、今回はグレーをね息子さん狙ってこんな感じのね車両をゲットしました。まあ形は他のゲームの3箇所と同じ形してますね。まあこの車両には後でプララベルとかねコンテナ引っ張ってもらいましょう。こちらもね同じく電池入れましょう。入れ方説明ね必要ないか同じですもんね。はい、こちらも中にこれね説明書よいしょ入ってるんで取り外して単二電池をね1本使用します。単二電池あったかななんかこれで最後だったような気がしますが、もう一つの方入れれるかな。よし、じゃあこれもね動作チェック、電源オン。はい、 OK、 バッチリ。これはクララベル担当やね、クララベル担当。青と青、大丈夫大丈夫。でもう一つの方がこれはなんていう名前だったか忘れましたが、こんな感じでね、まあプラレル釣りの中で一番可愛い車両じゃないですかね。車掌さんにてっちゃんに名前忘れちゃったカンニングえらいちゃんね、ド忘れしましたけども、はい、こんな感じで3人のねプリントイラストがね描かれてます。ここの部分はシールですね。で反対側も同じような感じのデザインになってて、ベースのカラー自体は明るい水色に黄色のライトで、屋根の部分はまあこれ結構渋いカラーですね。深めのねメタリックシルバーとなってますね。結構グレーに近いカラーです。じゃあこちらも電池入れましょう。本当コンテナ車引っ張るにちょうどいいんで、あれですね、入場記念でこちらのコンテナ車手に入れた人はぜひ釣りでこのね動力も釣ってあげてください。本当にバランスのいい車両だと思います。これちなみにこれ名前なんて言うんでしょう。あ、これもプラレール展望車ですね。で本当に単二電池なかったんで、いやこれ良かった、いざという時の必需品これ使う時来たね。いやダイソーでまあこういうことも多分そのうちあろうかと思いまして、まあ本当はあれと災害時とかに懐中電灯に使う電池とかなかったら困るなと思ってこれ買ってたんですけど、まさかプラレールで使うと思わなかった。あ、ちなみにATC にダイソーあるんで気になった人はこれもぜひ買ってみてください。単三電池がね単二とね単一になるんですよ。よし、じゃあ初仕様ですけども、はい、こちらのこのシリコン的なアダプターに単三電池をこう入れます。はい、もうこれだけで単三電池を単二電池に大変身すると思うでこれをここに入れましょう。こういうアダプターで普段あんまり使わないんで、なんかちょっとテンション上がりますねでこちらネジ締めてと、よし、ちゃんと動くのかな、いきますね。動作チェック、電源オン。あ、バッチリやん、これいいやん、これでいいやん単二電池の代わりにこのアダプターでいこうかな、しばらく。まあ、とりあえず、はい、こちらがプラレール釣りの先頭車2両でした。これもね後で走行見ましょう。で、あ、そうそうそう、プラレール釣りはねもう一つね、これ中間車、これはね娘しかしてませんけどもね、これは必要でしょういや中間車のね釣りもね結構魅力的な車両多いんですよ。まずね、はい、こちらを見ていきますが、白色の車体に青色の屋根ね。で側面のイラストが本当に可愛くて、めっちゃちびっ子喜んでくれそうなデザイン、可愛いですよね。めっちゃよ、これ僕がね撮ってて頼んだんですよ正直言います、僕が撮ってて頼みました。めちゃくちゃ可愛いですね。でこれ以外にもあれですね、トミカとかね詰めるね車両とかもあったんで、ぜひ中間車のねプラレル釣りもやってみてください。本当いいラインナップでした、もう一回行きたい。うんで車両的には、あ、これで一応ラストになります。はい、これがですね写真を撮って展望車のこの先頭に乗せてもらえるこの奇跡の車両ですけども、あんまりピントが合わないでしょこうねはい、こんな感じの、まあクリアのオレンジかな。はい、まあベースの車両はね、まあもう何でもいいんですけど、とにかく可愛い車両になってます。星00号ですね、プラレールの文字が書いてて、で車輪は赤色、まあなかなか素敵な感じのね車両に仕上がってますね、ベース車ね。
うん、まあなんて言ってもこの先頭にね、撮った写真を貼ってくれるのが、まあ子供たち喜ばれるのかなと。まあ家族で行った人はね、ぜひご家族の写真でもね、貼ってもらってみてください。ちなみに僕と奥さんは恥ずかしいんで今回は撮りませんでした。過去にね撮った分あるんですけどね。じゃあもうこれも走らさないわけにはやっぱいかないでね。よし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 、電池入れとこう。いやマジなんか今回のためにあれですね、このアダプター買ってたようなもんですね2個入りちょうどいい。こちらもね炭酸電池を入れまして、はい、このようによいしょ装着します。蓋も閉めてと、ネジも閉めましょう。ギュッとで、動作チェックはこれもらう時にねしてるんですけども、もう一度します。電源オン、はい、バッチリ OK。 さあこんな感じで、全てね車両見終わりましたが、今回全部で合計が、はい、こんな感じで、動力となる先頭車が全部で5両ですね。全部バラバラの車両で、後備車は4つ、こちらは同じものが3つありますね。で中間車と、ね、なる車両が全部で8台かな。まあ多種多様いろいろありますね。まあなかなかいい感じの収穫になったかなと、まあ個人的にはそう思いますね。本当子供たちよく頑張ってくれたんで、もう感謝感謝です。あ、ちなみにこれ僕のものじゃないです、全部子供たちにあげます。動画で使わせてって言ってるだけなんで、そういう約束なんでねさあそれではね、続いて軽くね走行を見ていきましょう。その前にちょっと連結しようか。じゃあまずクリア賞ね、はい、こちらは今ね3両しかないんですけども、先頭車と中間車、そして後尾車ね、連結すると、はい、こんな感じの3両編成、素敵ですね。もうビューティフルです。黄金に輝いております。素晴らしいですね。で3箇所もつないでおきましょう。先頭車に中間車ね、でこちら、はい、後尾車と、まあ見た目的にはまあこちらもね、3両揃えるともう見た目的にほんと全然かっちょいいね。うん、素晴らしいね、3箇所だと思いますね。まあなので外れ感はそんな僕はないとは思います。で続きましては、じゃあこのねプラレール釣りのこの車両に、じゃあちょっと中間車つなぎましょうか。じゃあちょっと後尾車はないんで、これとあとコンテナ車かな、この辺り引っ張ってもらってね、ちょうどいい感じに入りそう。あ、可愛いわこれ、めっちゃ可愛いですね、素敵ですね。であとはこれですね、このグレーの釣りの車両にクララベルをねつないでいきましょう。はい、これで OK。 ちょっと違うねであとこのねノリノリプラレールだったかな、名前が。これはあれか、もう単体で走ってもらおうね、子供たち乗せてるんで、はいそれで十分だと思います。まあとりあえず、はい、こんな感じの先頭車がとりあえず5両あるんで、こちらのね5編成はね、ちょっと今からね走行の方見ていきましょう。さあそれでは参りましょう。まずはクリアショート参加賞を付箋で走行します。では行ってみよう、レッツゴー。あ、スムーズな走り。よし、じゃあ続いてはよいしょ、この2人はよし、プラレール釣りの顔はい、プラレール釣りのそれぞれね引っ張ってもらいましょうかね。よし、じゃあもうこれも一気に走らせますか。じゃあ参りましょう、せーので、よいしょ、ゴー、いけー、いいね、いやー、めっちゃよかった。おっと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 、楽しかった。
はい、ということで今回はですね、プラレール博 in 大阪ですね。はい、そちらに行ってきてですね、まあ今回もね、いろんなね車両をね手に入れてきました。まあ、今回は本当にね、当たりの車両が結構すんなり手に入ったんで、まあ台数的には控えめですね。まあでもなんだかんだで食事とか入場料とか入れて、まあ1万円ぐらいは使っちゃったんですけども、まあそれでもね、前回や前々回と比べると、もう欲しい車両はね、割と本当すんなり手に入ったんで、まあなかなか僕的にはね、まあコスパのね、いいイベントになりました。まあ子供たちも本当にクリアと3箇所がすぐに揃ってね、まあ大満足したね、様子でしたね。まあこれからね、プラレール博にね、行かれるね、方ね、たくさんいらっしゃると思いますが、まあ中にはね、本当になかなか当たらないっていう人も、やっぱりあるにはあると思うんで、まあそうなるとね、結構チケットのお金大変なことになるんで、まあ僕はあまり人のこと言えないんですけども、なるべく、感情を抑えて控えめにプラレール博ね楽しんでください。で本当今回クリアショーねゴールドカラーになったんですけども、またどこかで新しい車両をねメッキ仕様とかにして再登場してほしいかなって、まあ、個人的には思うんで、ぜひ高田トミーさんまたメッキ車両再登場ね望みます。まあ、ということで、はい、今回ねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。